子供の頃こんなの仕事になりっこないなと思ったのが実際に今仕事になっているんですね。で今子供たちがハマってるものが2034年には社会の大きなお仕事になってるんじゃないかと思って、破壊的イノベーション学、君たちが作る2034年の社会について。まず最初は八谷さん自らこの3人展で八谷さんのブースのギャラリーツアーを30分やってくれます。ここにある機体が、今回のメイン作品です。この機体は、ここに書いてありますけど M02J という名前の機体で、ジェット機ですね。こうすると、右が上がって左側が下がって、つまり体をこっちにねじると同じように飛行機が上がる。逆にこうするとこういう感じになります。でこれは全天周カメラっていう、最近は360度全部撮れるカメラがあるんで、小型のカメラが結構発達してきて、そこに一緒にいるような体験ができるので、それを使って、撮影したものです。じゃあさっき飛行機のプロジェクトオープンスカイ見せましたけど、それの以前に何やってたかなんですけど、バックトゥザフューチャーっていう映画があります。見たことあります？見たことある人手挙げて。ない人いますかね。いや、名作なんでぜひよかったら見ててほしいんですけど、バックトゥザフューチャーに出てくるさっきのホバーボードを現実に作ろうっていうプロジェクトをやったりとかしていました。動画が、こんな感じで、ホバークラフトなんですね。ジェットエンジンを使ったホバークラフトで、普通のホバークラフトはもっと大きいし、もっと、なんていうんですかね、ジェットエンジンとか使ってなくて大きな扇風機みたいなのでやるんですけど、僕はその、なるべくちっちゃく作りたかったんで、小型のジェットエンジンを使ってやり始めたという感じです。で、お客さんを乗せて、さっきのオープンスカイのは自分の機体は僕しか乗れないんですけど、このプロジェクトではお客さんをこんな風に乗せたりとかしています。こんな感じのプロジェクトをやっていまして、これやってちょっと SF を現実にしてみるっていうのはすごい面白いなと思い始めるんですね。空想上のものを本物としてこの世の中に出現させると結構たくさんの人が反応してくれると。でそれの延長で、先ほどのオープンスカイをやり始めたんですけど、今日のお題である破壊的イノベーション学って知ってますけど、破壊的イノベーションってなんかこう字面からして怖いんですけど、世の中をひっくり返すようなテクノロジーのことを破壊的イノベーションって言うんですね。で例えばインターネットもそうですし、皆さんがもう普通に使っているスマホもそうですし、あと今だったら AI、機械学習とかもそうですし、ロボットもそうだと思うんですけど、何を破壊するかっていうと、今までのビジネスモデルとかを破壊するから破壊的イノベーションっていうんですね。で、これはどういうものかというと、具体的には世の中をゲームチェンジするもので、もっと具体的に言うと、若者に有利な社会に変えるものなんですよね。で、僕行動館のチラシに多分若者は常に正しいってことを書いたと思うんですけど、つまり今この世の中にあるビジネスっていうのは、実際に40代50代の60代のおじさんたちが作ったものなんですけど、世の中はこれからどんどん君たちっていうか若い人たちがどんどん変わっていくわけですね。で、そうすると多分そこで有利になるのは君たちの世代の人で、どんなことが面白いかとか、どんなことが素敵かっていうのに合わせて社会は変わっていく。でその時に、なるべくその技術テクノロジーみたいなところをうまく使っていくと楽しいことができる、テクノロジーを楽しいことに使おうっていうのが今日僕がやりたい言いたいことです。でその時に技術で例えば
あんまり技術は得意じゃないとかって思ってる人もいるかもしれませんけど、でもそういう人も例えばメルカリ使ったりとかしてると思うんですね。スマホで何かやったりとか、だからそういうことが今やってることの延長線上にそれは出てくるはずだから、そういうことを考えながら楽しいことやっていきましょうっていうのが今日僕がやりたいワークショップです。皆さんにはこの後10年後何やってるかみたいなことを考えてもらうんですけど、僕らが30代の頃やってたのはこのポストペットっていうメールソフトを作っています。ポストペットって知ってます？知ってる人ちょっと手挙げてもらってます。あ、お父さんお母さん世代たちが多いですね。メールソフトを作ったんですけど、これ当時の僕らですね、まだ若い30、29とか30だったと思います。で、グッズとかをいっぱい出させてもらって、まあこれのお金で、オープンスカーをやったみたいなのはありました。で、今はこれちょっと前にまあ声優のコモモっていうキャラクターの声優やった新谷真由さんと一緒に映ってるんですけど、開発者の我々は今こんな感じで、で、最近はポストペット VR っていうのを作って VR をやったりしていました。で、こういうことを僕らは会社でやっていて、まあオープンスカイのさっきの人たちは実は会社の事業としてやってるんですね。で、ちっちゃい会社、今7名ぐらいのすごくちっちゃい会社なんですけど、そこでお人形を作ったりソフトウェア作ったり飛行機作ったりしています。で、ちなみにさっき写真に写ってた真鍋さんっていう女性が今社長で、彼女が今メインでやってるのはお人形なんですけど、これも彼女が子供の頃やっぱお人形遊びがすごい好きだったんですけど、なかなか買ってもらえないわけですよね、自分のお小遣いではあと買えなかった。で、そのリベンジというかその時できなかったことを今仕事としてやってるみたいなことがあって、だからまあ今日も女性の皆さんいっぱいいると思うんですけど、好きなことを本当にやるとどうなるかっていうのをもう本当ドリームプランでいいんで書いてほしいというふうに思っています。そう、実際にはこういうお人形もやっていれば、実はショップでもちょっと売ってたりするんですけど、こういうなんていうのかな、非常に、まあ、現代の若い人たちの服で作っているものもたくさんあります。この間これスパイラルで展覧会やった時に全部じゃないな半分ぐらいを見せたりしていました、はい。ワークショップを開始したいと思うんですけど、手書きの履歴書を作ってもらいたい。ちょっとサンプルで作ってきたものがありますんで、スタッフの方配っていただいていいですか。今手元にあると思うんですけど、今上2枚はですね、佐藤直樹さんっていうデザイナーの人が書いたものです。で、これは実は佐藤直樹さんに芸大に来てワークショップやってもらったんですけど、それが面白かったんでここでも取り入れようと思って、まずその佐藤さんのオリジナルのものを加えています。で、上の1枚目は、自分が幼稚園から北海道教育大学に入るまでなんですけど、まあ自分が子どもの頃から何に興味があったかを書いていて、で2枚目は大学を卒業して、まあ佐藤さんお仕事的にはワイヤードとかコンポジットとかアート糸とかそういうなんていうんですかね、デザイナーとしてあるいはこうエディターとしてアートディレクターとしてお仕事されたんですけど、それのバックグラウンドにこういうことがあったみたいなものを、子どもの時から、大学までを書いていただきました。で、これ面白いなと思って僕も自分で書いたのが3枚目になります。中折幼稚園で団地に住んでて自転車で走り回っていた、鉄棒や運転も好きだったとか、これ体操部に入ったりとか後にするんですけど、これって今やってることとあんまり変わってないとか、飛んでるのの原型はここにあったりとか、あと理科工作クラブに入ってタミヤの楽しい工作シリーズでロボットを作ったりとかしてたとかってあるんですけど、これもですね、今やってることとほぼ一緒。結局今やってることの大部分っていうのは小中高大学ぐらいまでで、ほとんど実は
そこに入ってるなっていうのを書きながら思ったんですね。これと似たようなものを皆さん自身にも書いてもらいます。生まれてから今まで、大学生、大学生の方は大学生ぐらいまでですね。大学生卒業されて就職されている方は大学生まででいいです。高校を卒業するぐらいまでに何が自分は興味があったかをなるべくこんな感じで絵をたくさん入れて、うまくなくてもいいです。自分なりでいいんで、絵を入れながら描いていただきたいな、子どもの頃のその思い出とかも含めて描いていただきたいなというふうに思っています。じゃあ取り掛かってみましょう。はい、じゃあ、はい、取り掛かって、なるべく最初のこれは鉛筆 A3 の紙に半分に折って、こういうスタイルで描いてもらえるように。で、鉛筆がいいと思います。消すのも簡単なんで。はい、じゃあ皆さんやってみましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。普通に履歴書ってこういう書き方しないじゃないですか。何々小学校何年何年たつみたいな、中学校高校大学って書いてある。学歴とか職歴は書くけど、そこで何やったかをイラストで書くとか、そうですね、何ハマってたかって書くはあんまりないんだけど、大人の履歴書はだいたい右側に趣味が小さく欄があるぐらいで、ね、小学校の時にハマったこととか書く欄ないですもんね。まずね、ジブリにハマる、その次の隣の魔女宅ごっこのこの感じ、はいはい、ちょっと世代が少し黒いビニール袋でワンピース、そうそうそうこれはこの絵がいいなと思って、いいなと思うのは小学校、付属小学校だからね、なかなかエリートですよね、小3ぐらいまでは。そしていろんな習い事をしてたけど全部やめた。ここがすごい共感できるなと思って、親がやらせたいことと子供がやりたいことが違うっていうのは非常に実は普遍的にあるというか、それでやめてファッション雑誌を読むようになるんですよね。でインフルエンザで学校休んだ時に300枚ぐらい切り抜いて遊んだ、渋谷とか原宿とか、やっぱり服とかファッションがすごい好きなでしょうね。とかやっぱそうか、はいはい、でそしてまた中学校で部活を辞めたくてしょうがなかった。何部だったんだろう、バンド組む、楽しくてしょうがない、だからこの人結構やっぱりやらされたこととか好きじゃないことと好きなことの差がすごい人なんだろう、誰かどの子が泉さんか分かんないですけど、会う前からなんかそういう印象が分かって部に戻って佐賀にある機械服を売ってない、福岡にあるのではない、作るしかない、これはねすごいいいことですよ。世の中にないって気づくとそれはすごいこうアドバンテージというか、こんなに自分が好きなものがあるはずなのにない、じゃあなんかないから諦めるんじゃなくて、よしじゃあここにはマーケットがいっぱいあると思って、きっと私以外にもこういうの好きな人がたくさんいるはずと思ってやると意外とやっぱりいたりとかするんですよね。エゴシさんですね、はい、エゴシさんはですね、こうなんていうかこうポケモンの模写したり、なんていうんですかね、美術部に入ったりとかする感じだったんですけど、なんか途中でこの辺でこういろいろ美術部に入ったりとかして、やってるうちにですね、なんか付属中から北高に来たかったから大学を考えて西高へ行って、多分これ芸術コースに来たかったんですかね、西高に行って、でその後きつすぎて打つみたいなことになってて、でその後なんていうか下着に衝撃を受けて、この辺で二人でアモスタイで素材の伸びが違う、痛くない、衝撃、目から鱗、楽、感動みたいな、これのリズムがいいみたいな、あと字が急に大きくなるみたいなね、はい、で、なんか専門学校に行くしかないみたいな、この人2ページになっていて、で、こう下着のデザインを勉強したいということで、ちょっと留学したい
みたいな風に思い始めて、今英語習い始めたりとかという形で、結構もう自分がやりたいことが割とこう見えてきてる感じの人でした。はい、絵が描いてないんですけど、はいはいはい、すごく気になる言葉ばっかり書いてあるんですよ。すごくあの最終的なオチがすごく今後は面白そうだなと思うんで、はい、こう挙げるんですけど、特に勉強もせず高校へ行く、佐賀工業高校、なぜ行ったか覚えていないそして1年の夏にバスケ部は辞めるんですけど、はい、その後自転車でいろいろな場所に行くようになって、はい、そのおかげか旅をしてみたくなってるんですよ、はい、松尾さん、はいはいはい、そして最後見えるかな、 SNS が好きでずっと見ていた。この辺って、はい、大人とか普通の親は、はい、こんな SNS ばっかり見てとか言いそうじゃないですか、はいはい、だけどそれでいろんな世界を見てみたくなったって言って終わってるんです、はいはいはい、どんな世界を見てみたくなってどんな世界に行くんだろうっていうのが超楽しみそうですね、はい、ちょっとこの後のプランも楽しみですよね、はい、今ハマっていることを今度 A さんの紙に、まあ、またもう一回やりますけど2つ折りにして、左側に好きなことハマっていることは何か、これ文章で短くでいいですね。なんでそれが楽しいのかを僕らに他の人に説明してくださいっていうのを、50文字ぐらいで、それを実現しているテクノロジーが何かを考えてもらいます。で左側が現在パートですね。で右側に、まあ、10年後の2028年にそれが進化したらどうなのかを考えて、それをどのようなこととしてやりたいかっていうのを、書いてください。でそれはできっこないとか考えなくていいっていうか、予算は1億円も返さなくていいお金としてあげるんで、1億あげるからそれをやってみようよっていう方向で、なるべく何て言うかな、自分が今楽しいとか好きって思うことを反映して書いてもらいます。で通常これはビジネスプランって言われるものなんですけど、ビジネス考えなくていいっていうノービジネスプランで、つまり採算を得るにはとかは、これやったらものすごくお金が儲かるとかは考えなくていいっていう、むしろ社会全体とか世の中が楽しくなるとか、これによってものすごくハッピーになる人がいるとか、そういう点があれば含まれて、あるいは自分がハッピーになるでもいいんですけど、そういう点が含まれていれば別に何ていうか、お金を儲けるっていう方向で考えなくてもいいっていうふうにします、はい、最後にいくつかをピックアップして、多分4点ぐらいをこの前にちょっと発表してもらうんですけど、どの人を選ぶかっていうのはですね、投票で決めたいと思っているんですね。で僕と倉成さんから、まあ、バーチャルマネーで5000万円を2人1億ずつを持ってるってことにして、5000万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 を持ってるっていうふうにして、僕らも投票しますけど、皆さん自身も2000万と1000万ちょっと投票してもらいます。自分以外の誰かの面白い、これ素敵と思ったのに投票してください。ですごいお金を集めたものに対してみんなが素敵と思ったのをちょっと4点ぐらい選んで発表してもらうっていうのが今日の全体の流れです。まずもうお手元にお金はあるのかな、皆さんのお手元にバーチャル3000万があると思うんですけど、僕らはバーチャル1億円を持ってるんですけど、5000万2つで、この3000万は皆さんがこのあと自分以外の人に投票するためのものです。10年後にやりたいことみたいなことをこのあとこれの流れで書いてもらいたいんですね。先ほど書いたものの最初のところにはこう今ハマっていることと書いてください。今ハマっている、はい、でここにはこの後皆さんが、自分が今ハマっていることを書いてもらいます。でその時に今まで何が好きだっけみたいなことを思い出して書いてもらえればいいかと思います。でその次の四角にはなぜそれが楽しいのか、これをなんかこれはですね、人のために書いてください。僕らが分かるように、なんでそれの自分が楽しんでることを分かりやすく人に説明するっていうことのためのものですね。
まあ、例えば僕カポエーラをやってたんですけど、まあまあ、今カポエーラやってないんです。仮にカポエーラだとするとなぜ楽しいのかっていうのは、例えば男女で組手ができるとか、格闘技なんだけど歌とか、楽器もやらなきゃいけないんだけどそれが楽しいとか、なんかそういうことを書くんですけど、なぜそれが楽しいのかっていうのを簡潔に、まあ、50文字ぐらいで説明するための枠がこれです。で最後にそれを実現しているテクノロジーみたいのを書いてください。でさっきカポエラとかだと全く関係なさそうなんですけど、まあ、例えばそれだと YouTube で上手い人の動画が見えるとか、歌の、カポエラの次はどこでありますという連絡が LINE で来る、LINE グループでできるとか、そういうふうなことを普段だから例えば全く一見してテクノロジーに関係ないことも実際にそういうふうなコミュニケーションを LINE グループでやってたりとかしてると思うんですね。でそういうことを何かここに書いてください。でそこまでできたら今度はひっくり返します。今度は逆の面はこれはもう一面片面全部作ります、使います。で書くのはシンプルで2028年後ですね。2028で私がやりたいことで、ここの片面に何か10年後やりたいことを皆さんこれから45分で書いてください。でそれが出来上がったら、出来上がったものに対して、45分後に、投資家の皆さんがこういうそれぞれのお金で投資して、でお金がたくさん集まった人何名かにちょっと来ていろいろお話しして説明してもらいたいなっていうふうに思っています。そうそう、何がなぜテクノロジー入れてるかっていうのをもう一つちょっとちゃんと言ってなかった気がするんで改めて言うとですね、なんていうか世の中には変わるものと変わらないものがあると思ってるんですね。で変わるものとしてはやっぱりテクノロジーとか、やっぱ連絡手段とかも、まあ、昔は電話とかしかなかった、 もっと昔に言うと本当に家に電話がなかった時代とかもあるんだけど、今はスマホがあって非常に簡単に連絡がつくようになったみたいな、そのテクノロジーによって変わるところもあると思うんですけど、一方人が何、例えば美味しいものを食べると幸せとか素敵な服着ると幸せとか、さっき例えば後ろの方でビールの、クラフトビールの宣伝やってたんですけど、なんかビールを手作りで作って飲んで幸せみたいな、人が何を幸せと思うかは意外とそんな変わらないんじゃないかという気もするんですよね。ペットと遊んでて幸せとか、だから好きなものを書いてください、ハマってることを書いてくださいって言ったんですけど、そこは意外とみんなやっぱり変わらないものな感じがするんですよね。でもその変わるものによって世の中っていうのは変わっていくから、その時に自分たち若い人たちにチャンスが生まれるんで、変わらないものを変わることでどうやってこうブーストするかみたいなことを考えてほしいなと思って、こういうテクノロジーが一番変わるものなんで、それを実現しているテクノロジーみたいなのを入れてもらってるんですね。みんな立って、他の人のを見て回りましょう、はい、それで、これから自分はすごい一番いいと思ったのに2000万円を2番目にいいと思ったのに1000万円を投票していただきます、はい、それをじゃあお願いします、はい、じゃあちょっと一旦皆さんそういう感じで立って回ってみましょう、はい、7000万円、服の人、下着の人ですね。これはあれですよね、下着のフィッティングとかを、なんていうんですかね、アドバイスや写真診断ソフトとかで、できて、
自分にぴったり合ったような下着を簡単に入手できるようにしたいということですよね。まあ、日頃からそうちょっとまあみんなに考えてというか、まあ、ちょっと偏見的なところとかコンプレックスなところも解決したいなって思って最初書き始めたやつが、なんかどんどん芋づる式にというか、あ、じゃあそうやってコンプレックス考えたらした時にこう、あ、じゃあ多様を見せればいいかみたいなとか、じゃあそれをどういう手段を使って結局一番デリケートな衣服をこうちゃんと着てもらうかみたいなのを考えたら、うん、そういうところまで行きました。なるほど。自分のあのこういうところが足りてない、社会足りてないみたいな動機って一番大事で、で仮に先行でやってる人がいてもその人は全部カバーできるわけじゃないから、やっぱりそれぞれの人がそれぞれのやり方で、過去に別に事例があってもいいし今やってる人がいてもいいんですけど、数年後自分がちゃんとなんていうかこうお金を集められるような時が来た時に本当にやっていいようなことをちょっと考えてみるみたいなのが今回のワークショップなんで、いつか本当にやるといいんじゃないかと思いますね、はい、これは、はい、ありがとうございます、はい、ザ・帰宅タイトルがすごいよね、うん、世界中からドローンで帰ってくる、はい、ドローンが手軽に簡単にで映像とかあのデータ通信のラグがなくなるとか運転のハードルが下がるとか、はい、普段の仕事であの早い道しか、うん、早い道をひたすら往復するっていうことが多いので、はい、できるだけプライベートの時は無駄な道を行くというか、テクノロジーに逆らって、うん、無駄なことをしてみるというので発想を得ました。なるほど。知らないところに落とされてそこから何とか帰ってくるみたいな、でそれ操作はあの落とした人もがやるんですよね。操作自動でも帰ってくる。操作は飛行機で勝手に落とされて、操作自体は自宅なり別の会場なり、うん、近いところでやると。あの冒険はしたいけれどもそんな無理したくはない、うん、一般の人ができるというところで、うん、操作は遠隔操作、うん、ただ車だけは世界各国に行ってると、うん、なので手軽に冒険を味わえるというコンセプトで考えています。面白いですね。ランダムにどっかに落とされてそこから命がけで帰ってくるって、本当人間がやると命がけなんだけど、ドローンだったらまあなんとか。あと僕もう一つ入れたのはあそこに、はい、あのアイディアの一番下のところに大筋じゃないんですけど絶対こけないハイヒールって書いてあった。ああそうそう、あれ結構いいと思った。そう、あの前段とは関係ないけどやっぱアイディアってそういう、こうちょっと思いつきで書いちゃったみたいな雑談みたいなところから生まれることもあるじゃないですか。し意外と僕らハイヒール履かれるからあそんなやっぱこけるんだみたいな、ね、そうそうそう、こけた時にグキッてした感じとかよく知らないから、じゃあそこには多分何か本当は大事なものというか、うまくいけばこける人がいなくなれば女性のかなりを幸せにするテクノロジーみたいなアイヒールでちゃんとなんていうのかな、綺麗に足が綺麗に見えるんだけど絶対こけない。なんでこうね、今日破壊的イノベーション感って、ね、でっかい社会どう変えるかみたいなことももちろんなんですけど、そういう意味で言うと絶対こけないハイヒールかなり破壊的テクノロジーで、そうなんです、ちゃんと実現したらっていう素晴らしい、授業の趣旨に合ってるなと思って1票5000万置いてきました、はい、あ、そうですか、5000万以上だからあれは対象ですよね、はい、あ、これ、はい、その、どの方ですか？なんで絶対こけないハイヒールを作ったかっていうと、もう、とりあえずこけた時の羞恥心が嫌だったのでもう本当にこけ、ハイヒールは履きたいけどそれよりも羞恥心の方が勝ってしまって履けないので絶対こけないハイヒールを作ったら、ちっちゃい子とかでもそのハイヒールを履くことができるから、みんなにハイヒール履いてもらいたいのでこれを。なるほど。じゃあ小学校もハイヒールが履いてていいわけですよね、こけないし。いいと思います。安全上の理由でダメって言ってるのは、じゃあ安全上の理由解消したら別にいいわけですよねとか思いますよね、うん、なんか八谷さんの今まで生まれてから 今までで一番やってやったぜみたいな一番感動したことって何ですか？作品作って
って一番楽しい瞬間がいっぱいあるから今も作ってるんだと。それぞれの作品にそれぞれ面白いところがあるというか、オープンスカイでもちろん機体に乗った時も、まあ、特に最初地面から30センチぐらいだけでも本当に飛んだ時に、うわちゃんと操縦できたみたいな、操縦できるように作ってんだけど操縦できてびっくりみたいなのはあります。だからそうそう、だから非常に良い質問で、僕はそういう気持ちを今まで味わえたのでものすごい人生幸せだったと思うんですけど、そういう達成感がいっぱいある人生って幸せだから、皆さんもそれそうなるといいかなと思ってこれを言ってるんです。つまりお仕事でやると、お仕事はお仕事なりの達成感もあるんですけど、会社の売り上げがいくらになったみたいなのは自分の達成感とちょっと違う感じするんですね。おおやったって感じもそんなにない感じするし、今皆さんが学生の時にやって楽しいと思うことの中に本当に本質とか大事にしたいことがあるはずだから、それを忘れないでほしいと思って、前半の45分はそういう履歴書ワークショップにしました。はい、ちょっと好きなこととハマってることとはちょっと違うけど、得意なこととかをその夢にすることとかでちょっと違うと思うんですけど、それに対してってどういうふうに思われますか？でも得意なことで勝負するっていうのはすごく大事で、ですね、持ち味を生かして勝負するのは本当に大事だと思っていて、まあ、僕今東京芸大で教えてるんですけど、今芸大で教えることになるのか全く思ってなかったわけですよね。でもやっぱりそういうふうに、まあ、なったのはやっぱり他の人たちとプロフィールが違うというか、理系の大学に行って、まあ、電子工作みたいなのをやってたりとかしてるうちに、まあ、メディアアートみたいなジャンルが出てきて、まあ、メディアアートだと今チームラボが多教でやってますけど、ああいうメディアアートみたいなものが世の中にできた時に、それをできる人たちっていうのが、まあ、理系の人とかプログラマーとかエンジニアとかそういう人たちがアートに入ってくるようになったんですよね。そういう流れというか、まあ、さっきのテクノロジーを入れてるみたいに世の中って変わっていくので、それによって自分がふとしたことから自分にすごい大きなチャンスが生まれることがあるから、その時にやっぱり自分の得意なところは大事にした方がいいと思います。で、世の中全体の流れは変えられないんだけど、やっぱサーフィンみたいなものでその波に乗れるか乗れないかみたいなのが準備してるかどうかにもよるから、だからまあ準備するためにはやっぱり好きなことは好きと思いつく続けておく、まあ、自転車好きな人とか下着好きな人が今日何人かいて、服が好きとか、でもそれはそういうのがなんか好きなことをちゃんと続けていると、そういう波が来た時にちゃんと乗れるんだけど、波に乗るためにはそういうなんか暴殺されないとかそういうことも大事かなと思っていたりとかしています。破壊的イノベーション学には、失敗がつきものということを一番最初に、はい、お話を聞いたんですけど、失敗に対する、捉え方、どういう心の向きとその失敗を見てるのかなっていうものを聞きたくて質問させてもらいます。今フライトみたいな本当にやっぱりちょっと間違えたり気を抜くと死ぬみたいなことをやってると、やっぱりたまにそういうちっちゃい失敗しないと調子に乗るんですね。天狗になっちゃって俺は大丈夫とか俺完璧とか思っちゃうから、それこそが本当に危険だったりとかする。ですんでちっちゃい失敗はむしろやった方がいいし、特に若いうちの失敗ってリカバリーが効くから、若いうちはいっぱいやっていっぱい失敗するぐらいの方がいいと思っています。で実際そういうこともあったし、ただ大人になるとやっぱりこうなんていうか、すごいでかい借金背負うような失敗はやっぱりしない方がいいので、そういうことには気をつけた方がいいと思うんですけど、だからそういうことになりそうになったらちゃんといろんな人にアドバイス聞いた方がいいと思うんですけど、逆にちっちゃい失敗するものというか、した上でそれを生かすって方向で考えた方が良い気がするんですけどね。このプロジェクト自体がめちゃくちゃ15年もかかってやって、はい、そのまあこれから将来 これはやりたいっていう核はあるけど、結構多分その途中途中でなんか反応したりすると興味が移ったりとかっていうのは
なかったんですか。なるほど、はい、周りを巻き込んだりとか、まあ、一緒に進めていくとそれはもうなんか戻れないんだろうけど、はいはい、こうその15年の中でなんかこう、はい、何回か転機みたいなのはなかったのかなと。あ、もちろんそれはありましたよ、はい、あのし予算がなくなったりとかした時もあるんで、でただまあ15年かけているのはむしろそれはそれでプラスというか、あの、お金がなくなったら一休みっていうふうにしてやってたんですね。どうしてもお金がかかっちゃうプロジェクトなので、あと震災があった時に一休みみたいなのがあって、でそういうふうにあのクライアントワーク、つまりお客さんがいてその人のお金で何月何日まで仕上げなきゃダメっていう仕事は非常に大変で辛いんですけど、これって後で作る場合は完成した時が完成した時みたいなよくわからないトートロジーで完成時期を決められるから、だからむしろすごい長く頼めてラッキー、長く楽しめてラッキーみたいな考えでやっていました。で一方やっぱりすごい長期にわたると飽きが来るので、途中途中で別の作品も作ったりしていましたですね。これはまあ皆さんにおすすめなんですけど、すごい時間かかるプロジェクトはまあそれはそれとして長くやりながら、一方でそれしかやらないと飽きてくるので、短いスパンの仕事もちょこちょこ入れていくと、なんか全般的にあの生活が落ち着くというか楽っていう、創作の生活が楽みたいなのあります。短いスパンのと長いスパンの両方同時並行で。なんでこういうワークショップにしたかっていうと、まあ未来は必ず若者が作るんで、ただ意外と若者はそれに気づいてないっていうか、大人の決めたルールとかに合わせていっちゃうことも多いので、まあ合わせていった方が楽な時もあるので、それはそれでそうやっててもいいんですけど、でも30前後にそういうチャンスが来たりとかすることがあるんですよね。今までやって経験したことと、本当に自分がやりたかったことと、ちょっとこのタイミングだったらできんじゃないのみたいな。でその時に一歩踏み出してもらうための基礎トレーニングみたいな形で今日はできたらいいかなというふうに思ってやりました。で非常に面白いものがアイデアも見れましたし、そのいくつかはですね、今回あんまお金は集まらなかったんですけど、要所要所でキラッと光る部分があったりとかしたんで、今日は右側ばっかり見てこうあれしましたけど、左側にも結構面白いことが書いて、何にハマってるかとかで面白いこと書いてあったりとかもしたので、はい、でもこの何ですかね、このワークショップで結構皆さん真剣にやっていただいたのが最後分かったので、非常に僕としてはありがたかったです。一言で、はい、一文で、せっかく佐賀なので、はい、佐賀弁で言ってほしいなと思うんですけど、どうですか。どうでんよかよですかね。どうやってもいいよみたいな。どうでんよかってどっちもなんかもう適当にやっといてって意味も取れるし、もう君の自由にやってっていうのを両方取れると思うんですけど、なんか別になんかでっかい責任とかそういうのはあんま考えなくてって、どうでよかっていうふうに思われて自分たちもやっていけばいいんじゃないかなっていう気がしますけどね、はいはい、素敵な佐賀弁でメッセージ、どうでよかよというメッセージをいただきました。君たちの好きにやりなさいみたいなことですけど、はい、よかごとせんねと、よかごとせんねの方がいいかな、そしたらどうでよかとか、よかごとせんねみたいなどうでよかよ、よかごとせんねというメッセージを八谷さんからいただきました。上の人たちにあんまりこう遠慮しなくてもいいですよ、ね、じゃあ時間だから今日はちょっと一旦締めましょうか。質問はそれぞれ受けてもらうとして、はい、はい、じゃあ皆さんも参加ありがとうございました。行動館2の8時間目、破壊的イノベーション学の講師八谷和彦先生でした、はい、皆さん大きな拍手。